私は江戸城天守再建のボランティア活動をしている江澤と申します。今日は認定 NPO 法人江戸城天守を再建する会副理事長寺村氏と六本木の俳優座に参りました。それは有限会社特記組のタイトル龍馬が飛ぶの演劇鑑賞です。このご縁は神田神保町の高山書店前で国会へ請願署名活動しておりました。そこへ西山理香さん女性3名が積極的に協力をしてくださいました。3人は出演する演劇のチラシを置いていかれました。寺村氏に相談し今日の鑑賞となりました。それでは寺村氏よりお話をいたします。どうぞ。はい、私どもは世界の人々や、日本の若い世代の方々に日本の伝統文化の素晴らしさに気づいていただくために江戸城天守の再建を目指しております。今日ここ俳優座劇場で出演なさっている若い俳優さんにも、江戸城天守再建の国会への請願署名をしていただきました。こうした若い方々が、江戸城天守再建を通じて日本の伝統の素晴らしさを思いを強くされ、未来の日本を築いていただくことを期待しております。